2021年度法政大学全学部入試英語長文確問を解説したいと思います私の解説動画は英単語英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特典に結びつかない方向けに解説を作成してますので一緒に勉強していきましょう確保問解説始める前に英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて解説します1つ目が英文は読まない考える2つ目が作者問題作成者の意図をくみ取る3つ目が英文は抽象から具体に進むということです この3つのポイントを押さえて英語長文を取り組むとどんなメリットがあるかというと時短でコスパよく回答できることや正答率が向上するそれからそもそも英語を読まないので英単語、英文法の知識があまりない方でも英語長文で得点することができます。 ポイント一つ目、英文は読まない考えるですが、まあ、皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現に出して、そこで考え込んでしまって、時間がかかって時間切れという経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは、因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。 2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る英文読んでいると「トと,とか「はやば」とか逆説の後って作者の主張がきやすいですよねでそういう作者の主張になっている部分が説問になりやすいんですよねなので作者問題作成者の意図主張を汲み取ることが正当率の向上につながります 3つ目が英文は抽象から具体に進む第一段落の1文目って結構英単語は難しかったり表現の抽象度が高くて分からないこと多いですよねで最初から分からないので不安になってしまって不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですねなので同じ段落で言えば後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいとでそこを理解することができれば同じ話が繰り返されているだけですからその段落全体を理解できたということになりますよねそういうい英文の構造っていうのも一緒に 確認していきましょう。 攻略手順ですが、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら、英文は読みませんので、単語をピックアップしていきながらメインテーマを掴んでいきます。で、こうで言っている単語というのは別に難しい単語である必要はなくて、皆さんの知っているレベルの単語で十分かなと思います。それから話の展開を類推すると。で、類推した話の内容が正しいかどうかを確認する。これがステップ3になります。なので、まずメインテーマを掴むと。で、メインテーマが掴めた後は類推確認。ステップ2、ステップ3。これの繰り返しによって、英語長文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画もこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます。では、英語長文本部の方 見ていききまますがさっっも言ったように英文は読みませんので単語をピックアップしていきますでピッックアップすべ,すべき単語ってのは私マーキングしてますのでお手元に過去問がある方は同じ場所をマーキングするようにしてください。逆に言うとマーキングしていない黒文字の英単語っていうのは英単語の意味が分からなくても問題ないと思います。ここは私も読み流す、見流す程度でやってくるのであくまでもマーキングしている単語ここを見てメインテーマを扱う、それから話の展開の累積確認ですね。ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。でマーキングする基準としては新しい情報とか作者の主張、名詞、こういうところをマーキングしていきたいです。 逆に言うと、もう分かっている情報とか、すでに出てきている情報というのはマーキングする必要がないですね。だってもうすでに分かっているんだから。あくまでも新しい情報とか、作者の主張をつかむために我々はマーキングをしていくということ。ここのちゃんと意識を持ってくださいということです。はいではね早速、英語長文見ていきましょう。はい、で最初ですね。はい、Artificial Intelligence AI in Education ということですから、今回は AI と教育。 これがメインテーマになりそうだということですね、はい。そこがつかめればいいかなと思います。この第一段落は表現が抽象的であの分かりにくいと思います。はい、分かりにくい時こ,時こそこういうふうに、ねえー、単語をピックアップしていきましょうということです。で次の第二段落見ていきましょう。はい、The real power t h a AI brings to education.、ね、また AI と Education ってこのワード2つが出てきてるんで、やはりここがメインテーマになりそうだなということですよ。何度も出てくるっていうことは作者の主張をめ メインテーマに近いから何度も出てくるわけですよね。はい。なので、ここで、ね、ステップ1ですね。メインテーマを掴むっていうところは OK かなと思います。はい。あとはね、ステップ1がクリアできれば、あとはステップ2、ステップ3ですね。類推確認。これの繰り返しになります。で、今回ね、えー、その後見ていきましょう。はい。スマートはね。我々を AI っていうものがより賢くさせると。で、In the way、どう賢くさせるかというと、さらに具体が始まっていて。はい。We understand ourselves, the、right, world and h o w we it is and l e o r l ね。我々が世界をどのように理解するか、学ぶかっていうことに ついて、えー、理解が深まることによよってより賢くさせるみたいなことを言ってますね、はい、こ,こでちょっとね難しいと思うんですけど、ここ考えてください。和訳してるから皆さん分かんないですよ。ね、そもそも考えてください。AI ってどうやって作るんですかこういうことを、ねえー、知識としてなかった方は入れておいてください。システムって基本的には A ってやったら B。 C ってやったら D にしてくださいみたいな形で、要はパターンを作るわけですよね。E ってやったら F にみたいな、そういうパターンを作るわけですよ。そのパターンが何万パターン、何億パターン、何兆パターンっていうものを、たくさんのパターンをシステムに入れ込むことによって AI って完成するわけですよね。ってことは AI を作るためには、まずその A ってやったら B、C ってやったら D で、このパターンを作らなきゃいけないんですね。このパターンを作るためには、 我々の思考プロセスですよね。まさに A ってやったら B っていう、その思考プロセスを理解して整理しないといけないですよね。だから AI を作るってことは、私たちについて、私たちの思考プロセスについて、より理解を深めないといけない。まあ、だから逆に言うと AI を作ることが我々の自分自身に対する理解、人間自身に対する理解を深めることにつながるんだ。その意味でスマーターなんだって、こういうふうに理解してください。 ね、こういう風に理解するために今のちょっと AI の,あの知識ですよね、はい。AI ってどうやってできるんだっけっていう知識がないと、ちょっと今の考えるのは難しいと思うんで、ここですね、ステップ2です、ね、話の展開の類推にもつながっていくんですけれども、ちゃんと、ね、こういう知識、ね、なかった方は入れておくようにしましょうということです。今後ね、あのー、メインテーマとして AI 出てくると思いますんで、はい、そういう時に役立つかなと思います。は,いであとは ポイント3ですね。英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しなんで、この話がずっと繰り返されてきますよ。ここで第二段落で今、ね、つまり AI っていうものが我々人間自身の理解を深めることにつながるという、これがつかめたら、あとはずっとそれの同じ話の繰り返しです。抽象から具体に同じ話が繰り返されています。この二段落目でそれがつかめない人は、ここね、難しくなると思いますね、この後。 はい。和訳してる人ですね。和訳してる人は非常に難しい。結構メインテーマと、とっつきにくいんですね、今回ね。だから、ね、和訳してると難しくなりますよ。はい。あくまでも考えていきましょうということです。はい。じゃあ次の段落見ていきましょう。For the first time からですね。We will be able to develop and ensure the complexity of human intelligence. そうですね。Human intelligence。これも新しく出てきましたけど、ワードとしてはね。でももうすでに出てきましたよね。この Human intelligence って何の意味ですか前の段落で言うと。 つまり、We understand ourselves, the world and how we teach and learn.、ね、我々がどのように学んでいるのかというその思考プロセスのところですよね。を Human Intelligence というふうに言い換えてきただけですよね。同じ話が繰り返されているだけですよ、これ。さ、ね、ら、はい、に A です。質問が空欄があって、Is more sophisticated more than any AI. AI よりも洗練されていると AI よりも洗練されているものって何ですか これは Human Intelligence ンンですよね。だって Human Intelligence ンンのそもそも後にハイフンがあるじゃないですか。ハイフンってことは Human Intelligence ンンについて具体化してるってことですよ。Complex of Human Intelligence 具体化。具体化ってつまり同じ話の繰り返しなんだから。ね、この A にも当然同じ話が入ってくるわけです。つまり Complex of Human Intelligence が入ってくるはずですよね。はい、そういうところからもわかるかなと思います。 なんで A はどれになるかというと、Human Intelligence, Complex of Human Intelligence なんで、まあ似たようなもの、どれが入るかというと、これは A は C ですね、i n インタラクト、知性になりますということです。はい、ではね次見ていきましょう。This w i l l ここもまた一番のクーラがあって、The w a y We Think About Human in Intelligence について、一番するものだということですけれども、この一番のクーラに何が入るかというと、 え2番の質問ですね。はい。何が入るかというと、これ、同じ話の繰り返しですよ。つまり、ヒューマンインテリジェンス e n c e We Think About Human Intelligence にヒューマンインテリジェンスについて学ぶわけでしょ。この話って、第2段落にも丸ごと出てきてますよね。Human Intelligence、つまり我々の思考プロセスについて学ぶことによってどうされ、どうなるんでしたっけ我々がスマーターになるんですよね。より賢くなるんですよね。 じゃあ、この1番って、スマーターが入るわけですよね、内容的にと。これ、同じ話の繰り返しですよ。ポイント3です。英文は抽象から具体に同じ話の繰り返し。このちゃんと認識をしているかどうかだけですよ。ね、これ、本当に非常に大切です。で特に今回は大切です。はい、なので、スマーターに,とに匹敵するような内容を1番に入れてあげればいいわけですよ。はい で、えー、ただ、スマーターってそのままで、ね、ないわけですね。賢いっていうワードは2番の説もないわけなんで、これはまあスマーターに要は近い内容を入れればいいということですね。ちょっと考えないといけない。どれになるかというと、これ C ですね。チェンジですね。変えるってことですよ。つまり、賢く、私たちを変えるわけでしょ。ってことですよね。そういうふうにニュアンスとして取ればいいわけですね。我々が自分、AI によって自分たちの思考プロセスを学ぶことによって、賢く変わるわけですよね。はい。 変わるチェンジ。これ C を入れてあげればいいということです。はい。で、こういうふうに考えていくと非常に 簡単ですよ、ね、だから、和訳しているから皆さんに難しくなるんですよ <laughs>、えー。あくまでも英文は同じ話の繰り返しだということです。はい、でこの後も同じ話が繰り返してきますよね。For example 来ていますね。具体化が進んでいるだけですね。抽象から具体です、英文は。はい、B の空欄がありますねで。B の空欄の後を見てください。I recognize slightly anxious when ordering food in a foreign language.、ねまあ、外国行った時とかね、例えばなんかね、料理注文する時も英語喋れないとまあ不安になります。 はなってただそれだけの話なんで、これ BU 何が入るかって、これは難しくないですね。つまり、どういう国に行ってるかというと、慣れない国に行ってるわけですよね。だから、これは G ですね。アンファミリアね。よく知らない。精通していない国に行ってるということです。これは難しくないと。で、その後見ていきましょう。で、同じ話を繰り返してですね。で、オーダーできた時に喜び、プレジャーに喜びを感じるみたいなことを言ってますね。はい。で、Attempt to automate this kind of activity。はい。 To automate these kind of この一連の行動を自動化する。つまり何の言い換えですかこれも言い換えですよね。同じ話の繰り返しですよね。オートメイトですよ。自動化ですよ。って言ったら、自動化されてるものって何でしたっけ常に出てきてる。AI ですよね、これ。 これ AI の言い換えですよ。これ Attempt to automate these kinds of activities.AI、ね、化することによって、はい。We realize how much intelligence they require.、ね、どういう知性が必要とされているのか理解することができる。つまり、これ第二段落の話ですよね。We understand ourselves、right、and how it is and run.、ね、つまり、我々人間、人間、自分自身の思考プロセスを理解することができる。気づく。これ。 同じ話の繰り返しなんですよ。こういうところ、ちゃんと気づけているかどうかってことですね。本当に同じ話の繰り返しで、何ら難しいこと、実は書いてないんですよ、これ。ね。和訳するから難しい。で、次の段落、ね、えー、見ていく。はい。ここは新しい情報が来てますね。possible harm と。ね。当然、まあ、AI を進めていくにおいて、まあ、AI がね、こ乱用されたり、悪用されたりとかして、まあ、当然、害もあるでしょうと。しかし、今回、害のところを別に言いたいわけじゃなくて、ハワイはい。すぐその後否定してきてますね。しかしか しながらと今回言いたいのはスマーターですよね。あくまでもポジティブなんですよ。プラスの AI のプラスの面を言いたいわけで、マイナスの部分も言いたいわけじゃないんでね。だからこのさっきのポセブルハーム段落は正直言ってどうでもいいですね。はい、大切なのは逆説のあと、ポイント2、ね。言いましたね。逆説の後に作者の主張が来るんだと。まさに来てますよ。However, I'm not.Intelligence i n f r a s t r u c t u r e ー e r e a p o w n e e d s needs. とはい、ありますね。これプラスですね。パワーを与えると。 このいいですよね。インテリジェンスインフラストラクチャーも何の異界ですかこれも AI ですよね。はい。だから AI が我々に、ね、ラーニングニーズを与えるって、パワーを与えるって言ってますね。ラーニングニーズもいいですよね。つまり、我々の自分自身の思考プロセスを理解することができるっていうことですよね。おそらくそういうことじゃないですか。ね。表現は抽象的ですけど、だってずっと英文っていうのは同じ話の繰り返しなんだから、そういうことになるはずですよね。 はいえー、ということです。これも同じ話を繰り返してるだけ。で次の段落もフォー example で、また、ね、同じ話の具体化が進んでるだけですね。はいでまあ、なんかグラビティ、重力に対する、ね、説明を生徒がしているみたいなことを書いてありますけれども、C、ここはその後ですね、The Explanation、ね。つまりグラビティって重力ってどういうものなんだみたいな説明を生徒自身がしている、で説明をしているという内容になればいいだけなので、C 何が入るかというと、これは C は、これは A でしょうね。はい、表現すると。アーチキュレットね。表現するという内容は入ると、まあ、説明を言う伝える、表現すると、o、いうことでしょう。で、この辺も、ね、同じ話の繰り返しですね。はい、つまり、ね、AI、ね、AI というものが自分たちの、ね、間違い、生徒自身の間違いに気づかせてくれる。ねえー、重力に対する説明の間違いに、ミステイクに気づかせてくれるとこういうことをこれ言ってますね。つまり AI が我々をスマーター、賢くさせるってことですね。自分自身の思考プロセス、どこが間違ってたのか、どこの説明が間違ってたのか、そういうのを AI が気づかせてくれる。だからスマーターになる。同じ話が具体化されてるだけですよ、これも。はい。ということです。だから特に、ね、マーキング、同じ話なんでしてないですということです。質問もないんでね。はい。次の段落いきましょう。で次の段落で、はい。メタインテリジェンスと、お、来てますね。 えこれは新しいワードなんでマーキング当然しておきたい。で、メタインテリジェンスって何なのか分かんないですね。分からないんでどうしますかここで不安にならないこと。ポイント3ですね。英文は抽象から具体に同じ話の繰り返し。で、その後にコロンがついてますからね。今回なんて特に分かりやすくしてくれてます。はいで。説明が来てます。同じ話が来てます。見ていけばいいんですよ。はい。じゃあメタインテリジェンス何なのかなーって見ていくと。はい。Are you ready to reflect, open, and understand our intelligence? これもうすでに 出てきてきいるのと同じ話ですよ、ね、つまり我々のこと自身についての理解を含める、シカオプロセスの理解を深め,深める。ねアンダー s t a n d our i n t e l する。これもう、もうず,ずっと言ってきた話ですよね。そのことをメタインテリジェンスで言ってるんですって。だから結局、表現を変えてるだけの話であって、ね、表現を変えてるだけの話言ってるからずっと同じなんですよ。 同じことを言っているので、特にもうこのあたりは、ね、しけじけと読んでいく必要はないということです。 で次の7億いきましょう。設問 D がありますね。その前です。How do we build this intelligence infrastructure for education? ということです、まあ、どうやって AI 作っていくかと。Intelligence、ま、infrastructure、あ、いいですよね。これ AI ですよね。もう,もういいですよね、はいえーで。どうやって作っていくかというと、さっき言いましたよね。AI ってどう作っていくかって第 2, 第2段落のところで言いました。確認しました。はい、なので、もうここはそんな難しくないですね。それがわかっている Big data about human behavior、ね。Human behavior に対するビッグデータを どうするんですか ?D するっていうことですね。えー、どうしたら AI って作れるんでしたっけっていうと、はい。これは、まあ、統合するでしょうね。この中で言うと D、ね、インテグレーション、ね、統合するビッグデータ、ね、A は B、ね、A ってなったら B、ね、C ってなったら D、そういう何億通り、何万通り、何兆通りっていう、そのビッグデータを統合することによって、組み入れることによって、 AI っていうのが完成するんですよねって話しました。それが分かっていれば D、ね、簡単に選べると思います。はい、でその後、Have asked to understand how human are. これも同じ話の繰り返しですね、まあ。マーキングしなくてもいいかもしれないですね。一応、あの皆さんと確認する、同じ話が繰り返されてますよということを確認する意味で、私はマーキングしました。はいで2番、えー、ありますけれども、ここも同じ話の繰り返しですよね。はいもういいかなと思います。確認するまでもないですね。 トイレの3番、同じ話の繰り返しです。はい、今まで散々言ってきたこと、ね、どれが選択肢書いてあるかというと、3番はこれ C ですね。AI will allow us to improve running by helping us understand how we run. つまり、我々の思考プロセスについての理解を深めますよっていう。これも同じ話の繰り返しですよね。はい、まさに同じ話、ね、繰り返されているのは C の選択肢ですということです。 はい。で、次のところも同じ話繰り返してるのもうマーキングしてないです。はい。で、えっ、ー、と、次の質問があるのはい,いですね。い、e、の、ただい、e、いの前かなのところにちょっと新しい情報が一応書いてあるんですね。はい。サンド・イシカル・エット・フレームワークス・レグレーションエデュケーションアバッテアイアイアーエッセンシャルと。ね。If we are to、uh, minimize the risk. ね。リスクについての話っていうのは初めて出てきてるんで、これは新しい情報としてマーキング一応しておく必要があると。ね。リスクを最小限にするためには、やっぱりフレーム、ね、倫理的なフレームワークとか、 あまあ教育とか、そういう規制とか、そういうのものをしていく必要がありますよとういうことが一応新しい情報で書いてあるので、ここはマーキングしておいた方がいいと思います。はい、で次の E のところですね。Embrace Today's Educational a i System E って書いてますね、はい。まだこの時点では分からないね。AI を今日において、まあ、どのようにして受け入れているのか、Embrace ね受け入れているのかということですけれども、はい、どのようにして受け入れているかというと、 えその後バット以降ですね。I remember that today's AI is merely the start.The、ね、future is the use of AI to build the intelligence infrastructure to change the way we value our own human i t、ね、h u m a n intelligence, 同じ話を繰り返しなんですけども、ね、Human intelligence に対する要は価値をね変える要はよりスマーターにすると、第二段落の同じ話ですよね。はい、だから、プラスかマイナスかで言うと、いいわ。 プラスですね。まあ、プラスの側面で当然受け入れてるわけですね。根において、ね。スマーターにしてるわけですから。AI は我々をスマーターにしてるんだから、当然プラスですよね。AI を受け入れることがプラスなんだから。E も当然、ね、スマーター的なプラスの話が入ると。こういうふうに考えれば、これ何になるかというと、これはもうそのまんまですね。えー、実はスマーターと同じような表現のものが一つありますね。これ B ですね。はい A、が正解。賢く、懸命にと。こういう B の選択肢が。1番ですよね。これ 質問1番、B が正解です。はいじゃあ、あとね、質問見ていきましょう。4番ですかね。4番です。はいえー、AI を、ね、AI からベレフィット、ね、得るためには何が必要か、requires、ね、要求されるものなんだとかっていうと、さっきちょっと新しい情報としてマーキングしていまして、出てきてましたね、えー。AI から恩恵を受けるためには、やっぱり、はいね、倫理とか、倫理的な枠組みとか、規制とか教育が必要だって話、さっきありましたね。はいまさにその内容が4番の質問出てきています。 え選択肢はい、e、いですね。We use the technology in a、uh, browser's manner、まあ、マナーが必要だということです。はい、5番見ていきましょう。えー、5番どれが正解かというと、5番は、これ生徒のグラビティの、ね、重力の話とかのところでも出てきてましたけど、これ B ですね。はいえー、Give students feedbacks on their mistakes.、ねえーまあ、思考プロセスの間違いに要は AI が気づかせてくれるということですね。我々自身に。 関すすする理解がよよりり深まりますよといいう話ですねはい、6番、ね、タイトル。もうタイトルはいいですね。もう一つ、ね、話してきてたのはずっと同じ話繰り返されてました。はい B がこれ正解です。a i in education will help us understand how we think. ともうこれでいいですよね、はいもう。もういちいち言わないです。はい7番、気をつけなきゃいけない。not ですね。間違っているものをこれ選ばなきゃいけないということだけが注意ですね。 はい、7番、どれが間違っているかというと、選択肢が D ですね。student will n computer, アルゴリズムアルゴリズム to u AI e f f e アルゴリズムを生徒たちは理解しなきゃいけない、AI の。そんな話してましたかしてないですよね。なんか AI を正しく使うためにアルゴリズムを理解しましょう。そんな話別にしてないですから。これ D が間違いですということになります。 はい、以上になります。お疲れ様でした。もう一度、ね、まっすぐな囲碁を自分だけで解けるかどうか確認してみてください。あの勉強というのは、他人の思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるように、もう一度自分の頭にすり込むようにしておいてください。それから、他の大学の囲問に関しても、再生リストの方へ大学別でまとめています。ももししよろしければ、そしてもご覧ください。はい、それでは